役目を果たすわ。一丁手柄を立ててくるか。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、バカ。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。平門、またか。勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。人質の退路を立てならば、ここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなったな。うつけ野郎にしてやられたか。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてくださる。半蔵、すまぬ。無理はするな。
こかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど、またも退路を断たれてしまった。ほう、イチも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。これで終わり。信行たちが押されているか、直ちに援護するぞ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。わしと手合わせをしようか。力がこれほどとは。あとは若の武運を祈るほかない。私の獲物発見ね。無礼な連中ね、覚えてなさい。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。人質の身であれ、もののふの端くれ、つやつと捕まるものか。イチ、よく来てくれた。また無茶なことして。
潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。よし、決まっていくか。役目を果たすわ。してやろう。目指すは稲葉山城だ。全軍進め。まずは手近な砦を奪い、足がかりにするぞ。稲葉山城は父上でも落とせなかった剣城。前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。分かった、ここは任せて。あんまり無茶はしないでね。総大将が自ら先陣に立って武働きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男、非凡の将か、まことのうつけか。押し量るならば今が好機。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするが。まだ名乗りにこだわるか、石頭。いかにも俺が織田信長だ。相手はあの斎藤道三。しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございます。だが信長様を過信して命を縮めることなきよう。無礼ながら一旦引かせていただく。わざわざ敵に断りを入れて引くか。腕は立つようだが、妙なやつよ。織田本陣を強撃せよ。うつけ殿に兵法というものを教えてやれ。まずい、斎藤勢を抑えきれぬ。斎藤
本勢が押してきている。このままでは本陣を守りきれぬぞ。はいと。東西から同時に敵が。一方だけでも私が何とかしなければ。信行はあちらに動いた。ならばもう一方の敵は俺たちが止めるぞ。お、味方の加勢が来てくれたか。これならば斎藤勢を押し返せよう。信行の初動の速さに助けられたか。我が弟ながら頼もしいことだ。敵勢は食い止めた。安心はできない。本陣に戻り守りを固めておくとしよう。災いは穿月のみ。東西に分散している今が好機だ。出撃の合図を。敵本陣を叩くんだ。合図が出たか。おい、俺も行くぞ。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。東西からの攻撃は免れたか。どうさめ手間をかけさせてくれる。織田ごときに勝手はさせぬ。出るぞ。開門。斎藤勢は焦って砦から出てきた。奴らを掃討し道山の元へ攻め進むぞ。どけどけ、俺の邪魔をするんじゃねえ。本陣の危機は去ったようだ。攻勢に出る好機。敵を押し込むのだ。織田はかろうじてしのいだか。しかしこの道山の首を取るにはまだ遠いぞ。なんとか本陣への攻撃は防ぎきったか。だいぶ兵を消耗してしまったな。敵本陣を落とせると思ったのに。織田勢は思ったよりもしぶといみたいだ。これより先に進ませはせぬ。我ら美濃三人衆の部、徳と美よ。どうにか織田の勢いを止めないと。ご詰めに出陣の合図を。先ほどから小細工しているのは道さんではなくあいつか。捨ておけんな。邪魔者は覗いたぞ。進め。なかなかやる。織田信長、ちと興味が湧いてきたわ。Come on!
で稲葉山城を落とすつもり？いくら勢いがあっても無茶だと思うな。彼らの力を見くびってたみたいだ。軍師が倒れて増援がやんだか。残る連中はそこが知れていよう。先へ進むぞ。そうやすやすと進ませぬ。者ども押し出せ。この音、敵兵を鼓舞する陣太鼓か。見過ごせんな。ここの武者、わしに付き合い。見事と申し上げておきましょう。敵兵の士気を高められては厄介だ。あの手の連中は先に倒しておくに限る。道山様のもとへ行かせるものか。俺の刃で止めてみせる。また戦場で手合わせ願おう。開門。だいぶ手こずったが、父さんまではもうすぐだ。
徒ども邪魔すんじゃねえ。人の身に苦労でやろう。気合い入れてけ。なるほど、存外やりよるが、我が城を攻める余力まではあるまい。決まったろ。ここまで追い詰めたが、味方の損害も大きい。城攻めはまたの機会だ。こたびは引こう。